今回は江戸時代の酒と居酒屋について、詳しく解説していくぜ。楽しみだわ。では、ゆっくりしていってね。江戸時代の酒事情。江戸時代の人々の酒事情ってどんなものだったのかしら？お酒を店で楽しむというスタイルは、江戸時代より前に存在していたそうだ。奈良時代に天武天皇のひ孫にあたる、芦原王という人物が、獅子で酒を飲んでいた際に、人情沙汰を起こしたという記録が俗日本記に記されている。趣旨とはお酒を飲ませる店のことだな。そんな昔から人々は店で酒を飲んでいたのね。造り酒屋が文献の中に登場するのは万葉集からで、さらに5世紀頃には、市でお酒を売っていた記録が残っているそうだ。造り酒屋ってことは日本酒とか焼酎を飲んでいたのかしら？人々が飲むことができたお酒は日本酒のみで、ほとんどの場合で缶酒を飲んでいたんだ。ちなみに、江戸の人々が缶酒を飲んでいたのは、儒学や当時の健康指南書である養生訓の影響らしい。冷たい酒は体を壊すと信じられていたから、酒を温めて飲んでいたわけだな。当時は熱燗が主流だったのね。人々はチロリと呼ばれる式にお酒を入れて、それを燗銅壺で湯煎して温めながら飲んでいたんだ。江戸時代はまだ冷蔵庫がなかったから、熱燗以外だと常温で飲むしかなくて、これを冷や酒と呼んだんだ。生ぬるい酒が冷酒なんてちょっと嫌だわ。当時製造されていた日本酒は、甘く濃厚でアルコール度が高い原酒だった。現役の酒は問屋や中外、氷の各所で加水水を足すことされて、最終的に居酒屋でも加水されて、町の人々の口に入る頃には、5% ほどのアルコール濃度になっていたそうだ。現役のままだとすぐに酔っ払っちゃいそうよね。現役を加水することを玉割りと呼ぶようになり、加水しても風味の落ちない酒を玉の利く酒と呼んでいたようだな。現在も高級な日本酒や焼酎が販売されているように、江戸でも良い酒は高く売られていたんだ。居酒屋で飲める上級のお酒は1合24から28文程度で、これは現在の価格にすると450円ほどだった。一方で、安い酒は1合4文程度だから、80円くらいといったところだ。高い酒は安い酒の約5、6倍もの値段が付けられてたのね。今でも450円だと結構高く感じるよな。江戸っ子たちはお酒を頼むときに銘柄ではなく、指紋粉からでくれと言ったように、1合あたりいくらの酒をどのくらい欲しいかという注文をしていたようだ。粉からとは2合半を指す言葉だから、指紋粉原の酒といえば1合4文の安いお酒が2合半出てくることになるぞ。安くてたくさん飲めるのは大事よね。江戸時代の主な酒の消費者とは？江戸時代はどんな人がお酒を消費していたのかしら？江戸時代に主に酒を消費していたのは下級中級武士だった。大名の参勤交代で江戸に来ていた武士たちは江戸の武家人口の大半を占めていたんだ。参勤交代はふるさとから遠く離れたところに勤め、非番の日は役職によって3日から10日に一度程度だった。だから、ふるさとや家族を思って寂しく酒をすする武士が多かったようだな。なんか、今でも単身赴任のサラリーマンが酒をすすってる光景が目に浮かぶわ。江戸時代から同じような光景は見られたわけだ。ふるさとに帰れると聞くと祝い酒を飲み、参勤交代が延長になると焼け酒を飲んだらしい。今でも祝い酒や焼け酒の風習は残っているぞ。日本人とお酒は切っても切り離せないものだったのね。そして、江戸時代の人々はお酒を飲む量もすごかったそうだ。江戸に運ばれてきた酒の量を江戸の全人口で割ると、一人当たり1日2合の酒を飲んでいた計算になるらしい。日本酒で言うと、1合どっくり2杯分だな。ただでさえアルコール度数が高い日本酒を2本も飲んでいたなんて、確かに酒豪だわ。お酒がここまで流通したのは、貿易事情もあったんだ。江戸の後期になって江戸近郊で醸造業が発展するまで、江戸で飲まれる清酒の大半は大阪池田伊丹灘などの上方から、大きな樽を積んだ樽海鮮で運ばれてきた、いわゆる下り酒と呼ばれたものだった。その量は、年間80から90万樽にもなったらしくて、樽で運ばれてきた酒を水で薄めて安く売っていたそうだ。それでもアルコール度数は高そうよね。水で薄めた酒を一生飲んだなんて自慢していた人が、実際に飲んだ量はその半分の5合だったなんて話は、江戸時代の人々の間ではよくあったそうだな。今も昔も酒を大量に飲んだ自慢はあるのね。江戸に居酒屋が誕生した経緯。居酒屋という形態が市井に広まったのは江戸時代のことだったんだ。江戸時代の初期には、江戸の町に多くの造り酒屋があった。
造り酒屋の他にも、酒を卸して売るお店があって、こうした酒を扱うお店は受け酒屋と呼ばれたそうだ。江戸時代の人々がこれだけ酒好きなら、家に持って帰る前に飲んじゃいそうよね。霊夢の言う通りで、店先やお店の中ですぐに酒を飲みたいと言い出す人がいたらしく、この小酒屋は次第に店先ですぐに飲めるようにお酒を提供し始めたんだ。店にいながら酒を飲むということで、居酒と呼ぶようになった。他にも、お酒に合わせるものとして簡単な料理なども出していたそうだ。居酒屋の名前のルーツは店にいながら酒を飲むというものだったのね。居酒屋の発祥は市販店の中で酒を飲む角打ちだった。この居酒は非常に繁盛して、だんだんと酒を販売するだけではなく、店内でお酒を飲ませることをメインにするお店も登場するようになったということだ。家に帰らなくても外出先でお酒が飲めるのはまた格別よね。そんな居酒屋が流行っていた江戸で、明暦の大火と呼ばれる大火事が起こったことで、江戸市中の大半が燃えてしまったんだ。当然居酒屋も燃えてしまったんだが、この復興のための工事に多くの人手が集められたことで、この人々の食事の需要を当て込んで二杯茶屋と呼ばれるお惣菜屋、定食屋が生まれた。この二杯茶屋でも酒を提供し始めるようになったことで、酒がメインの居酒屋と料理がメインの二杯茶屋が競争を重ねるうちに、それぞれの店が料理とお酒の両方に力を入れて販売するようになったんだぜ。今でも定食屋でお酒を飲めるのは江戸時代からの名残なのね。どんな人々が居酒屋に集まった？江戸の町は男性の割合が8割近い、超男性社会だった。居酒屋に集まる人たちも、男性が多かったようだな。今でこそ、居酒屋に女性が通えるようになったが、江戸時代は男性が中心だったんだ。私もお酒は飲めないけど居酒屋の雰囲気とか、料理は好きだから女性も通えるようになって嬉しいわ。ドラマの時代劇では侍がふらりと居酒屋を訪れるシーンや、看板娘がそれを出迎えるようなシーンがあるが、ああいうことはほとんどなかったそうだ。料亭で藩の資金を使って、他藩の武士と情報交換を兼ねた食事をするのが主流だった。商人なども料理屋や遊郭で食事をすることはあっても、居酒屋には来なかったらしい。じゃあ、どんな職業の人が居酒屋に集まったの？当時の居酒屋は早朝から酒と料理を提供していたから、町人のうち籠を運ぶ仕事に就く人や魚などを担いで運ぶ仕事に就く人、奉公人や職人、武士に仕えて雑務に従った者、武家の奉公人などが集っていたんだ。こうした町人は気性が荒くて、お店で喧嘩が起こるのも頻繁にあったから、居酒屋はほとんどの場合、男性のみで切り盛りされていたそうだ。今みたいに女性が居酒屋の店員になることはなかったのね。当時の居酒屋には机や椅子などがなかったから、町人たちは空の樽に板を渡した簡素な腰掛けや、将棋と言われる長机に、半身になって腰をかけ片足だけ油をかくようにしてお酒を飲んでいたようだな。今、そんな行儀の悪いことをしたら居酒屋から締め出されるわ。そうだな、居酒屋に机や椅子があるのは当たり前じゃなかったんだ。とりあえず〇〇は江戸時代から始まった。今や大衆の間で当たり前になった居酒屋でとりあえず〇〇の習慣についてだ。居酒屋に行くとこぞってみんな、ビールを注文するわよね。とりあえずビールでという言葉が当たり前に使われるようになったよな。このとりあえず〇〇の習慣は江戸時代から始まったと言われている。当時、西洋文化との唯一の窓口だったオランダからビールが伝わったことで、蘭学者たちがビールの試飲や試作に励むようになった。だが、庶民の間にビールが広まったのは幕末から明治にかけてだったそうだ。じゃあ、江戸時代の人々はとりあえず何を頼んでいたのかしら？江戸時代の人々はとりあえず安い濁り酒を頼んでいたんだ。今でも手頃な値段で酒を飲める居酒屋があるが、江戸時代にも中級やちょっと一杯と呼ばれる、庶民でも気軽に足を運べるお手頃居酒屋があった。それ以外にも、芋の煮物を売り物にした芋酒屋や、夜明かしといって遊郭帰りの客を狙って週夜営業していた店、早朝から営業していた店など、朝から晩まで酒が飲める居酒屋があったから、江戸の人々は一日中酒を飲み明かしたそうだな。朝からお酒を飲めるのは、サラリーマンにとっては羨ましいでしょうね。店に入ると親父、粉からや四文を三合など酒の値段と量を言って、居酒屋の店主に注文するスタイルはとりあえず〇〇というスタイルに似ているよな。この時代からとりあえず〇〇のスタイルはあったのね。江戸の人々はのんべいだった。江戸の人々はのんべいだったと有名らしい。そんなに有名だったのかしら？大阪の教科書筆彦が編纂した軽口筆彦話では、
江戸の飲み倒れ、京の木倒れ、大阪の食い倒れと3と比較を表現している。江戸は飲み助が多くて、京都は着物にお金をかけ、大阪は食べ物に目がないという意味だな。大阪の人々は、江戸っ子を飲んでいだと思っていたようね。日本に布教しに来た宣教師ルイス・フロイスも、江戸の人々が飲んべいに見えたそうだ。フロイスが天正13、1585年に表した日曜文化比較には、しつこく酒を勧め合って酔っ払い、前後不覚に陥ってもそれを誇りとしていると記してる。手厳しいお言葉ね。外国人から見ても江戸の人々は相当な飲んべいに見えたということだよな。居酒屋ではしばしば酒飲み合戦が開かれていたそうだ。漢文7667年に刊行された酒合戦記水長記では、菱川師宣が挿絵を描いた飲み比べ記は当時大ベストセラーになった。話の元となったのは慶安2年に行われた、小石川の守護寺横暴たる継ぐと、玉川の大師に暮らす視線だったオロチマル底深の飲み比べだ。守護同士の酒飲み合戦を元にした話だったのね。酒合戦には二人の門人も参加して行われたらしく、杯にはなんと7号入りの大杯が使われていたんだ。そこには蒔絵で、蜂というとカニの絵が描かれていて、刺せ飲もう魚を挟む刺しつ刺されつ魚をつまみ酒を飲み干すという、意味が杯に込められていたそうだぞ。随分シャレの効いた杯を使っていたのね。互いにぐいぐいと酒を飲み、勝利したのは地王坊たる継ぐだった。水取り機は勝者たる継ぎによる記録だが、実は飲み勝ったのは大蛇丸だったという説もあるそうだ。結局どっちが勝ったのかわからないままだったのね。それほど酒飲み合戦は熱戦が繰り広げられたということだろう。居酒屋ではどんなおつまみが出されていた？居酒屋では酒を楽しむのもいいが、酒のお供になるおつまみも重要だろう。江戸時代はどんなおつまみが出されていたのかしら？今でいう居酒屋のお通しとしてよく食べられていたのが味噌田楽だ。味噌田楽は、豆腐に串を刺してお味噌を塗った後に焼いた料理のことだな。当時はこんにゃくじゃなくて豆腐に味噌を塗って焼いていたのね。当時はお酒のおつまみとしてとても安く出されていたから、人気があったそうだ。次は湯豆腐だ。江戸時代の初期は、豆腐は贅沢品として庶民が食べることを禁止されていたんだが、中期になると江戸や京都大阪といった都市部では、庶民の間でも食べられるようになったそうだ。湯豆腐もその頃から居酒屋さんで出されていて、漬け汁は醤油と鰹節、薬味にはネギや唐辛子などが使われていたらしいぞ。湯豆腐も今や居酒屋のおつまみに欠かせないわよね。次は茹でダコだ。ダコは江戸時代には好まれてよく食されていて、居酒屋でも店頭に吊り下げられていたそうだ。そんな吊るされたタコは茹でたり、煮付けにしたりして食べられていたようで、江戸名所百人美女という浮世絵集では、女性がタコを当てにお酒を飲んでる浮世絵が残っている。昔から江戸の人々はタコが大好きだったのね。次は芋の煮物だ。江戸時代、芋の煮物は庶民の食べ物だったから、多くの居酒屋さんでおつまみとして出されていたそうだ。芋の煮物は当時は煮転がしと呼ばれていて、芋の煮転がしを売りにした酒屋もあるぐらいだった。芋の煮物はホクホクしてるから、お酒とよく合うつまみだわ。次は土壌汁だ。土壌は今ではあまり家庭で食べるものではないが、江戸の町民には広く食べられていたのは有名だよな。居酒屋でも、ご飯に土壌の入った汁をかけた土壌汁が出されていたそうだ。今でも柳川鍋で土壌と食べる習慣があるぞ。土壌は食べたことないから、一度食べてみたいわ。次はフグ汁だ。江戸時代にもフグに毒があることは知られていて、フグを食べることが当時は禁じられていたそうだ。幕府は武士がフグを食べることを厳しく禁じていて、違反した場合は厳罰に処せられることもあったんだ。だが、居酒屋ではこっそりフグ汁が出されて、江戸の人々の間でフグを楽しんでいたようだな。うっかり調理法を間違ったら、フグの毒に当たりそうで怖いわ。次はマグロ料理だ。マグロは江戸時代にはとても値段が安くて、庶民の食べ物として知られていたんだ。居酒屋でもマグロ料理がよく出されていて、マグロの煮付けや刺身として出されていたそうだ。今は高級部位として美味しいトロの部分は、江戸では保存が効かないから全て捨てられていたらしい。なんて、もったいないことをしていたのかしら。最後はおでんだ。おでんは、実は江戸時代初期の居酒屋で人気があった、豆腐田楽にルーツがあるらしい。おでんという名前も、この田楽から来ているそうだぞ。おでんの田の部分は田楽の田なのね。こんにゃくに串を刺して味噌をつけるこんにゃく田楽が登場して、その後串に刺したこんにゃくを煮た料理などが登場したんだ。その後、醤油の醸造が盛んになるにつれて、煮込み料理としてのおでんに発展していったそうだ。
確かにおでんは味噌をつけて食べる食べ方もあるものね。田楽から誕生したから、味噌をつけて食べる習慣が根付いたんだろうな。今でも、居酒屋のおつまみでは田楽やおでんが定番だから、お酒は飲めないけど、ついつい食べに行きたくなっちゃうわ。江戸時代から続く老舗酒場とは？東京には江戸時代の居酒屋のスタイルが残っている老舗酒場があるらしい。どんな居酒屋なのかしら？それは東京の根岸にある鍵屋という居酒屋だ。鍵屋は安政3年1856年に酒問屋として創業し、店の一角で酒を飲ませるようになったことがきっかけで酒問屋から居酒屋となったそうだ。歴史のある居酒屋なのね。今でも江戸時代から残っている建物で営業しているのかしら？昭和49年まで営業して、その後大正元年地区の原店舗に移転したそうだが、旧店舗は歴史的価値があるから、東京都小金井市の江戸東京建物園に移築して見学できるそうだ。へえ、一度行ってみたい居酒屋だわ。お店に入ると、江戸時代から続いた店舗の雰囲気がそのまま味わえるんだが、一つだけルールがあって残念ながら女性だけでは入れないそうだ。せっかく行ってみようと思ったのに。江戸時代の居酒屋の名残である長男制社会が、今でも店のしきたりとして残っているんだ。ただ、女性だけで入るのは NG なだけで、グループに一人でも男性がいれば入れるらしい。それなら、男友達を誘っていけば無事に入れそうね。そうだな、男性が一人でもいれば鍵屋に入れるだろう。鍵屋は他にも江戸時代の名残がたくさん残っているんだ。お品書きは年季を感じる木の板に墨で書かれているし、居酒屋の原点とされる燗酒も味わえるぞ。酒は菊正宗、桜正宗、大関の3種類のみだが、店主がこだわり抜いたお酒だから、人気が高いそうだ。お酒の味に自信があるからこそ、種類が少なくてもお客さんがつくってことなのね。これまた年季の入った道庫の燗酒機を利用していて、ここから燗酒が入ったとっくりを出してくれるらしい。江戸時代のスタイルを今でも継承しているのね。おつまみには、これまた江戸時代のおつまみの定番である味噌おでんが看板メニューとして人気だそうだ。他にも、湯豆腐ならぬにやっこが名物らしく、出汁が効いて美味しいそうだぞ。おつまみも江戸時代の定番のおつまみが並んでいて、燗酒が進みそうだわ。鍵屋の営業時間は17時から21時で、定休日は日祝。JR 鶯谷駅から徒歩5分にあるから、興味がある人はぜひ、立ち寄ってみてくれ。私も今度ぜひ、男友達を連れてマリサと一緒に行ってみたいわ。でも、私たちお酒は飲めないんだぞ。江戸時代の雰囲気を味わったり、看板メニューを食べるだけでも楽しめそうじゃない？確かに居酒屋の原点を知ることができて、楽しそうだよな。お酒を飲めなくても居酒屋のおつまみは美味しいから、ぜひ行ってみたいわ。そうだな、今度の週末に行ってみることにするか。賛成だわ、すごく楽しみにしてるわね。まとめ、今回は江戸時代の酒と居酒屋について詳しく紹介してきたけど、霊夢はどうだった？江戸の人々がのんべいで酒豪だったこととか、居酒屋が誕生した経緯を知れて楽しかったわ。江戸時代は日本酒が主流で、水で薄めた安い酒が町人の間で流行っていた。朝から晩まで酒を飲んだり、一度に大量のお酒を飲む人も多かったそうだ。江戸の人々の酒豪ぶりは大阪の人や外国人も呆れるほどだったらしい。今も昔もお酒好きな人は一定数いるってことなのね。そうだな。そして、そんな江戸の人々の酒好きの理にかなったのが、居酒屋の誕生のきっかけであり、朝から晩まで営業していた店もあったそうだ。とりあえず〇〇なんて言葉が流行ったように、居酒屋でとりあえず酒を一杯という注文法もあった。居酒屋は酒ではなく、おつまみも美味しそうないろんな種類が出されていたわ。田楽やおでん、芋の煮物などが居酒屋のおつまみとして出されたそうだ。そして、江戸時代から現在も営業している居酒屋もあるから、みんなもぜひ、興味があれば立ち寄ってみてくれ。私も先祖が江戸っ子らしいから、もしかしたらのんべいの血が眠っているかもしれないわ。霊夢には酒を飲ませるのはやめた方が良さそうだな。このチャンネルでは、他にも様々な動画を投稿していくから楽しみにしててほしいぜ。この動画を見て新しい情報や感想がある人は、ぜひコメント欄にコメントを書いてほしいわ。この動画が参考になったと思う人はぜひ、高評価といいねを押してほしいぜ。では、ご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサです。今日は一体どんな話が聞けるのかしら？今日は江戸時代の庶民の食事について紹介していくぜ。ご飯系の話ね、大好き。でも、江戸時代の人たちって何を食べてたのかしら？想像がつかないわ。江戸時代の食文化は、
今と全然違うところもあれば、現代に大きな影響を与えているところもあって、とっても面白いんだぜ。今日はそんな江戸時代の人たちが、どんな食材を食べていたのか、どんなところで食材を調達していたのかなどを紹介していこうと思うんだぜ。なんだかすでにお腹が空いてきちゃったわ。早速紹介してちょうだい。それじゃあみんな、ゆっくりしていってね。じゃあまず最初は、江戸時代に訪れた食文化の変化から紹介していくんだぜ。江戸時代って、それまでの時代と比べて何か変化があったの？かなり大きな変化があったんだぜ。まず、食事の回数が変化したんだ。江戸時代の初期ぐらいまでは、食事の回数は朝と晩の2回が一般的なスタイルだった。それが元禄、つまり1688年以降になると、朝昼晩の1日3食のスタイルに変わるんだ。昔は1日2食だったのね。なんで急に、3食に変わったのかしら？考えられる理由は大きく2つある。1つは、1657年に起きた明暦の大火だな。大火って火事？ああ。明暦の大火は、江戸の大半が焼けてしまうほどの大火災だったんだぜ。延焼面積、死者ともに江戸時代最大の火災と言えるんだ。火事と喧嘩は江戸の花なんて言葉があるけど、それにしたってやばい火事だったのね。町の大半が焼けてしまったんだから、当然復興も大規模なものになる。だから町を再建するために、大工や左官などの職人が、たくさん江戸にやってきたんだぜ。これらの人々はもちろん肉体労働で、労働時間も長時間にわたった。そうなると到底1日2食の生活では体が持たず、1日3食の食生活をするようになったと言われているんだぜ。が典型のお仕事の人が、昼抜きだったら確かにきついもんね。1日3食になった理由として考えられるもう一つは、照明が普及したことだな。当時の照明って、もちろん電気なんかまだないわよね。もちろんだ。当時は油を燃料として、明かりをつけていたんだ。灯火の周りを紙を貼った枠で囲った行灯なんかがメジャーだったみたいだな。あ、時代劇によく出てくるやつね。ちょっとオシャレな間接照明みたいなやつ。そう、それそれ。江戸時代になるまでは、明かりの燃料である油がとても高価だった。だから庶民は基本的には、日の出とともに目覚め、日没とともに眠る生活をしていたんだ。ふむふむ。だが江戸時代に入り、菜種やエゴマの生産量が増え、それらから作られ、明かりの燃料となる菜種油やエゴマ油の流通量が増えた。流通量が増えれば価格も下がる。庶民にもお求めやすい価格になった結果、みんなが夜も明かりをつけて活動するようになったんだ。今まで眠るしかなかった時間で、いろいろなことができるようになったのね。一日の活動時間が増えれば、当然腹も減ってくる。だから、明かりが普及したことで、一日三食の生活習慣に変わっていったとも考えられるんだぜ。活動時間と食事の回数って関係してたのね。私が夜更かしして、夜中に4食目としてスイーツを食べちゃう食習慣も、ある意味当然といえば当然のことだったわけか。それはただのデブだろ。次に紹介する話題はどんなものを食べていたのかだ。気になる気になる。江戸時代はちゃぶ台やテーブルで食事をするのではなく、食膳などを使って一人一膳で食べるスタイルが一般的だった。そして気になる食事の中身だが、お米、汁物、おかず一品ってことよね。現代の和食の基本が一汁三菜って習ったから、なんか少なく感じるわ。まあ現代と比べると、かなり質素な感じにはなってるな。当時の庶民の食生活は、森貞万光という江戸時代の風俗史に書かれているんだが、それによると、朝に炊き、味噌汁を合わせ、昼と夕べは冷や飯をもっぱらとすという状態だったみたいだな。江戸時代の庶民は、その日食べる分のご飯を朝にまとめて炊いてたから、炊きたてのご飯を食べられるのは朝食だけで、昼食と夕食の時には冷やご飯を食べていた。ってことだな。一日三食のうち、三食が冷やご飯だなんて。でも、当然炊飯器も電子レンジもない時代なんだから、仕方ないのか。朝にまとめて炊くことで、燃料代の節約にもなったし、火事のリスクも軽減できたからな。
その方が合理的だったんだろう。そっか。明暦の大火もあったし、火事怖いもんね。一食ごとの内容としては、朝は炊きたてのご飯と味噌汁、そして漬物や納豆などのおかず、昼は朝炊いた残りの冷や飯と味噌汁、惣菜や魚のおかずが一品、夜は残ったお米はお茶漬けにして、漬物と一緒に食べるという内容だったみたいだな。肉が食べたくなる内容。江戸時代は肉食は基本禁止だからな。こっそり食べていた人はいたみたいだが、夜がお茶漬けだなんて、随分さっぱりしているのね。お茶漬けはさらっと流し込めるように食べられるってことで、せっかちな江戸っ子には人気だったらしいぜ。それに、お湯を入れたら朝炊いたきりの冷やご飯でも、温かくして食べられるだろ？茶碗にお湯を注いで、最後に漬物などで茶碗に残った米粒もさらってきれいに残さず食べることで、茶碗を洗う分の水を節約することもできたんだぜ。え？洗わないの汚くない？って思ったけど、よく考えたら水道も洗剤もない時代だもんね。そう考えると、当時としては一番合理的な食べ方だったと言えるだろうな。けどこんな、インスタで見かけそうな意識高いダイエット和食みたいな内容じゃ、1日2食から3食に増えたところで、が典型の皆さんのお腹は満たされないんじゃないの？確かに品数は少ないが、江戸時代の人は米を半端なく食うからな。当時の成人男性の1日の米の消費量は、5合だったと言われてるんだぜ。5合ってどのぐらい？茶碗10から15杯ってとこだな。めっちゃ食べてる。それなら、おかずが少なくてもお腹いっぱいになることはできそうね。でも、そうなると栄養バランスが気になってくるんだけど。霊夢の予想通り、江戸時代はこの米が原因で栄養が偏り、とある病気が流行ったんだぜ。病気？江戸はずらい、正式名称はかっけだ。かっけって、あの病院に行ったら黒いハンマーで膝をポンって叩いて、調べるやつ？そう、それそれ。最近ではこの病気になる人は少ないが、かっけは食欲不振や倦怠感などから始まり、重症化すると神経と心臓にも症状が出て、最悪死に至る恐ろしい病気なんだぜ。え、かっけって死ぬことがあるかもしれないんだ。知らなかった。江戸時代の人は、なんでかっけになっちゃったのかしら？さっき言ったように、米に偏った食生活が原因だ。さらに、この米が玄米でなく、白米だったことが、直接的な原因と考えられるな。白米だとダメなの？かっけというのは、ビタミン B1 が不足して起きるんだ。ビタミン B1 は、特に豚肉に多く含まれる栄養だな。え、でも江戸時代は肉 NG なんでしょ？当時の人々は何からビタミン B1 を摂取していたわけ？ビタミン B1 が多く含まれる植物性の食材を食べていたんだ。そしてそれは、玄米だ。玄米を食べていた間は知らず知らずのうちにビタミン B1 が取れていたから、かっけになる人々は少なかったんだが、江戸時代に入り白米を食べるのが一般的になったことで、ビタミン B1 の摂取が減り、かっけが流行ったというわけだな。日本の歴史的に、なんか白米って高級なイメージあるんだけど、江戸時代はそうでもなかったのかしら？江戸中期になると米の生産量が大幅に増え、流通システムも整った。だから、米の価格が安くなり、庶民でも白米をたくさん購入できるようになったんだ。当時の庶民は、毎日白米を食べていたんだぜ。米は常温でも保管が効くから安価にできたんだろうが、魚や野菜は米ほど保管が効かないからな。米と比べたら高価だっただろう。そうなると、高いおかずはちょっとで、安いお米がたくさんって食卓になっちゃうのも、仕方ないのか。とは言っても、庶民が白米を食べていたのは流通の盛んな江戸だったからで、地方の農村部ではまだまだ玄米食が一般的だった。だから、江戸でかっけになってしまった人がふるさとの田舎に帰り、玄米を食べていたらあっという間にかっけが治った、なんてこともよくあったみたいだぜ。そっか、だから江戸はずらいなんて名前がついたのね。かっけは深刻な社会問題で、江戸中期以降はかっけによる死者も増えていったんだ。徳川の将軍も、何人かかっけで亡くなっているな。10代将軍家春、13代将軍家貞、14代将軍家茂、この3人はかっけが死因だと言われているんだぜ。ひえ、かっけ怖い。
現代ではカップラーメンにもビタミン B1 が配合されているから、まずかっけになる可能性はないだろう。お、じゃあカップラーメンを毎食食べてたら安心ね。かっけになる前に他の病気になるぞ、霊夢。次の話題はどこで食材を調達していたのかだぜ。確かに、みんなどこで食材を買っていたのか気になるわ。まず、魚などの魚介系だが、これは日本橋周辺に大きな市場があり、主にそこで売り買いされていたんだぜ。日本橋周辺は1日専用の商いなんて言われるほど、大きな市場だったんだぜ。ビッグマネーが動く市場だったのね。どんなものが取引されていたのかしら？江戸前、つまり江戸湾で取れた、スズキ、カツオ、ウナギ、イワシ、アジ、アナゴなどが取引されていたようだな。なんか今の東京湾って、ぶっちゃけ汚いイメージなんだけど、江戸時代はすごくたくさんの魚が取れてたのね。単純に現代より海が綺麗だったのと、さっきも紹介した白米文化が影響しているんだぜ。え？白米が魚に関係あるの？ああ。白米を食べるとき、米を研ぐだろ？各家庭の研ぎ汁は、川へ捨てられる。そしてそれは川から海へ流れていき、海の生き物の栄養となる。だから江戸湾は魚が豊富で、どれも太っていたらしいんだぜ。米の消費量が半端ないから、海に流れる研ぎ汁の量も半端ないってことか。そして研ぎ汁で太った魚を、江戸の人が食べる食物連鎖しているわね。江戸の生活ってとことんエコロジーだよな。次に、野菜などの青物系だが、これは江戸各地にあるやっちゃ場と呼ばれる青物市場で取引されていたんだ。やっちゃ場？なんでそんな名前なの？野菜を競りにかける時の掛け声が、やっちゃ、やっちゃだったからと言われているな。江戸の中でも特に大きかった青物市場は、神田、千住、駒込の3カ所で、これらは江戸三大市場と呼ばれていたんだぜ。平原台からは野菜市場だったなんて想像できないわね。どんな野菜が取引されていたのかしら？大根、人参、ナス、ネギ、ごぼう、ほうれん草などだな。今もよく食べる野菜ね。現代と品揃えがそう変わらないのがすごいわ。この時代はブランド野菜も誕生したんだぜ。練馬の大根、江戸川の小松菜、千住のネギ、谷中の生姜、などは、とても人気だったらしい。ブランド野菜まであったなんて、成城石井並みの品揃えね。でもさ、この時代ってもちろん冷蔵庫や冷凍庫なんてまだないでしょ？つまり食料の保存ができないわけだから、真冬ならともかく、それ以外の季節は基本的に買ったらすぐ食べないと、食中毒になっちゃうわよね。いくら品揃えが良くても、毎日のように市場に行くのって、正直めんどくさそうね。いや、江戸時代の人々は市場で買い物する必要はなかったんだぜ。え？なんで？ボーテブリと呼ばれる行商人がたくさんいたからな。このボーテブリは、いろんなものを庶民が住む長屋まで毎日売りに来てくれるから、市場へ買い物へ行く必要がなかったんだぜ。何それすごく便利。さっきも出たが森貞万光によると、米、鮮魚、蒲焼き、干し魚、貝のむき身、野菜、漬物、豆腐、納豆、味噌、ぜんざい、ところてん、あんどんの油など、食料品から日用品まで幅広く売りに来ていたみたいなんだぜ。もはやネットスーパー並みの便利さね。ボーテブリは毎日決まったルートで、ほぼ同じ時間に長屋を巡回していたらしい。このことから、ボーテブリの存在は、時計代わりとしても役に立っていたみたいなんだぜ。近所のおばあちゃんがヤクルトレディが来るとお昼ご飯の時間って言ってたけど、そんな感じね。江戸時代ってスーパーもコンビニもないから不便かなって思ってたけど、家にまで売り来てくれるならそんなに大変じゃなかったのかもしれないわね。むしろ、今より便利だったとも言えそうだよな。次の話題は、現代にも通じる食文化だぜ。ここまでの話で、江戸時代の人は現代と同じように白米を食べていたし、現代と同じように豊富な食材を手に入れられたということを分かってもらえたと思うが、そろそろ具体的にどんなメニューを食べていたのか、知りたくなってきてるんじゃないかな？もしかしてここから飯テロターンが来るのかしら？実はずっと期待していたのよ。それじゃあ早速、江戸時代のおかず番付を紹介していくんだぜ。まず精進部門、植物系のおかずの堂々たる1位は、八杯豆腐なんだぜ。うおーって、
テンションを上げていいのかどうか、よくわからないメニューね。これはどんな料理なの？八杯豆腐は、豆腐をうどんのような形に切って、水酒醤油で煮込み、くずを加えたものなんだぜ。あ、なんか美味しそう。当時、庶民の間では豆腐が大人気だったんだぜ。豆腐メニューをまとめたレシピ本が、江戸でベストセラーになるほどだったんだ。と言っても、豆腐はおかずの中では少々値段がお高めの部類に入るから、頻繁に食べることはできなかったみたいだけどな。まあ豆腐って、結構作るのに手間かかるもんね。魚部門では、目指しイワシが大人気だったんだぜ。目指しイワシって、なんかお父さんがよく晩酌の魚に食べているイメージだわ。目指しイワシは、数匹のイワシを横に並べて、その名の通り目に串を刺してまとめて、塩干ししたものなんだ。安価で美味しく、しかも七輪で焼くだけで食べれるという手軽さもあって、庶民の間で大人気だったんだぜ。コスパが良くて簡単に調理できるのが人気っていうのは、現代も同じね。さっき霊夢も言ってたように、当時は冷蔵技術も冷凍技術も未発達だったから、魚系のおかずはどうしても塩漬けタイプのものが多かったみたいなんだぜ。そりゃあ、米も進みますわ。他にも、きんぴらごぼう、煮豆、切り干し大根、小松菜のおひたしなどが人気のおかずだったんだぜ。味噌汁の具は、大根、豆腐、納豆が人気だったみたいだ。この辺は現代でもよく食べるし、安定して人気のメニューよねって、味噌汁に納豆？ああ、今では米に乗せて食べるのがメジャーな納豆だが、もともとは味噌汁の具として食べられていたんだぜ。米に乗せるようになったのは、江戸時代に入って醤油が安価で買えるようになってからだなんだ。江戸時代は醤油だけでなく、みりんなど、様々な調味料を庶民がお求めやすくなった時代だったんだぜ。だから煮物系が人気になったのかもね。こうしてみると、江戸時代で好まれたおかずが、現代でも定番のおかずになっているのがよくわかるよな。江戸から今につながるものでもう一つ紹介したいのが初物だ。初物って、シーズンが来るとスーパーとかでもすごく力を入れて売ってるわよね。あれって、江戸時代からの名残だったの？ああ、そうなんだぜ。江戸時代後期になると、空前の初物ブームが到来したんだ。なんでそんなに流行ったのかしら？旬の食材を誰よりも早く食べたいという江戸っ子の見栄が刺激されたのと、食べると75日寿命が延びるというキャッチフレーズが人々の心を掴んだんだろうな。なるほど。特に盛り上がった初物は、4、5月頃水揚げされる初ガツオ。女房を七に入れても初ガツオなんて川柳が生まれるぐらい、ブームだったんだぜ。令和の世だったら女性活動家の皆さんがアップを始めそうな川柳ね。けど、江戸時代って魚はちょっとお高い食材だったんでしょ？初物になると、お高いどころじゃなかったんだぜ。当時の初ガツオは1匹1から3両。これは現代の価値で言うと12から36万円相当だな。高すぎこんなの、富裕層しか買えないじゃん。だから当時の庶民は、長屋に住む住民たちでお金を出し合って、一匹を共同購入して切り身を分けていたんだぜ。庶民の知恵ね。他にも、初鮭、初茄子、初竹なども人気で、これらと初ガツオを合わせて初物四天王なんて呼ばれてたんだぜ。強そう。けどこういった初物が出ると、その度に食材の値段が高騰してしまう。幕府は市場を安定させるために、何度も初物禁止令を出したんだが、それでもブームはなかなか収まらなかったんだぜ。まったく、初物なんて言っても食材の味や効能自体は変わらないのに、江戸時代の人はやれやれって感じね。江戸時代の人も、ボジョレイヌーボーの解禁日に、朝5時からお店に並んでいた霊夢に言われたくないと思うぞ。ぐぎぎ？最後に、発展した江戸の外食産業について紹介していこう。そうね、外食もどんなのがあったのか、気になるわ。まず江戸時代の人口だが、享保6年、つまり1721年の調査では、50万人だったことがわかっている。内訳は男性65、女性が35だな。男性がかなり多いのね。ああ、この中には、参勤交代で江戸で単身赴任してきている男性も含まれているからな。とにかく、圧倒的に単身の男性が多かったんだ。ふむふむ、自炊をする単身者が少ないのは、当時も今も同じこと。
そういう男性たちの需要に応える形で、屋台文化が発展していったというわけだ。一人暮らしだと、自炊より外食の方が合理的だったりするしね。冷蔵庫がない時代では、なおさらそうだっただろうしな。で、どんな屋台が人気だったのかしら？特に人気だったのが、蕎麦、寿司、天ぷらの屋台だな。へぇ、江戸時代の独身男性って、結構良いもの食べてたのね。今では高級なお店でも食べるイメージがあるこの3つだが、当時は早い安いうまいのファストフード的な立ち位置だったんだぜ。そうなんだ。じゃあ現代で言い換えるなら、マクドナルド、吉野家、丸亀製麺って感じかしら。イメージとしてはそんな感じだな。一つ一つ紹介していくと、まず蕎麦屋は、時間と場所を問わず営業しているところが人気の理由だった。値段は1杯16文、現代なら480円ぐらいだな。かなり安いわね。次に寿司屋。これは1818年以降、文政に入ってから売られ始めた。江戸湾の豊富な魚を使用して、種類も多かったが、当時の寿司は魚に火を通してから作っていたんだぜ。まあ、生物だと危ないかもしれないもんね。こちらは一貫あたり4文から8文、現代なら120円から240円だな。一貫あたり？じゃあ現代の回転寿司の方が安いわね。江戸時代の寿司は、一貫の大きさが現代の倍以上あるんだぜ。だから2、3個食べたら、もうお腹いっぱいになったと言われているんだ。寿司ってより、おにぎりに近い感じだったのかしら。ちなみに一番高級なネタは卵巻きで一貫480円。現代では高級品の大トロは、江戸時代ではゴミ扱いだったんだぜ。大トロ先輩の時を超えた下克上に胸熱。1830年以降の天保になると、いなり寿司も売られるようになったんだぜ。こちらも安さとうまさで、相当な人気を博したそうだ。日本人の寿司好きの原点が、この辺にありそうね。最後は天ぷらだな。天ぷらの屋台では、揚げたものを大皿に並べて売っていたんだ。大皿の横には、甘辛い天つゆと、大根おろしも添えられていたんだぜ。揚げたての天ぷらを、屋台で立ったままいただくスタイル、よだれが出てきちゃうわね。天ぷらの具材は、寿司ネタでも人気だった魚介類に加え、ごぼうさつまいもレンコンなども人気だったんだぜ。天ぷらは高カロリーだったからか、特に外で働くが典型の男性たちに人気だったそうだ。私だったら、まず天ぷら屋でエビ天とさつまいも天を買って、そしてそれを蕎麦屋の屋台に持ち込んで、天ぷら蕎麦にして食べちゃうわ。は、これがもしかして丸亀製麺の原点？屋台は他にもたくさんあって、スイカなどの果物、イカ焼き、団子、お汁粉など、様々なお店があったんだぜ。今でもお祭りの時にものすごい種類の屋台が出るものね。日本人の屋台好きは、江戸時代から始まっていたのね。さて、今日は江戸時代の庶民の食事について紹介してきたわけだが、どうだったかな霊夢？そうね。実は正直、江戸時代の食事なんて大したもんじゃないって思ってたんだけど、マリサの話を聞いて、実は江戸時代の食文化はすごく豊かで、現代の食文化に直結している点もたくさんあるんだって、わかったわ。そうだな。私たち日本人が和食と聞いて思い浮かべる食事の原点が、江戸時代にあると言っても過言ではないと思うぜ。特に庶民のニーズに応える外食産業の発展の仕方は、先人の知恵が現代にも受け継がれていると言っていい。現代の外食産業も、コロナ禍で打撃が受けてしまったものの、それを逆手にデリバリーやテイクアウトを充実させているところも多いもんね。このように昔の食文化と今の食文化を比べてみると結構面白いから、興味がある人はぜひ調べてみてほしいんだぜ。そうね、私も後で調べてみようっと。ふう、今日もたくさん、ためになる話が聞けてよかったわ。今日は江戸時代の庶民の食事について紹介したが、このチャンネルでは今後も日本のいろいろなことについて紹介していくんだぜ。みんなが知っている日本食のトリビアがあったら、ぜひコメント欄に書いていってね。チャンネル登録もしてくれたら、嬉しいんだぜ。それじゃあまた、次回の動画で会いましょうね。最後までご視聴、ありがとうございました。今回は江戸時代のスイーツについて、詳しく解説していくぜ。楽しみだわ。では、ゆっくりしていってね。
室町時代から江戸時代初期のスイーツ。まずは室町時代から江戸時代初期にかけてのスイーツだ。どんなスイーツが流行っていたのかしら？江戸時代の菓子について、原型となったのは室町時代に到来した南蛮菓子だ。1569年、キリシタン宣教師のルイス・フロイスが、織田信長に布教の許可を求めた時に、コンフェイトス入りのフラスコを献上したという話が始まりだったらしい。そこから、南蛮菓子としてボーロ、カステラ、ビスケット、カルメラ、アリヘイ等が流行ったんだぜ。カステラは今でも人気の南蛮菓子よね。コンペイトーをはじめ南蛮洋子の製法について詳しい記述が見られるようになったのは、100年以上時代を遡った元禄時代あたりだな。元禄の俳人で、浮世草子作者である井原西鶴は日本永代蔵の中でコンペイトーの製法を紹介しているし、本朝食刊1695年では、南蛮菓子について、小麦粉に砂糖や長寿、日系などを加えた東という記述があるんだ。厳しいキリシタン弾圧の中でも、南蛮渡来の菓子に対して江戸時代の人々は興味津々だったのね。江戸時代中期前半のスイーツ。江戸時代中期前半は製陶技術が発展し、菓子は大きく発展したんだ。茶の湯は当時の上流階級のサロンとしての面も持っていたんだ。そして茶の湯は密談の場として戦国時代頃から、盛んに武士階級もたしなむようになっていった。そして戦乱の時代が過ぎて江戸時代に入ると、茶の湯を通して大名たちの手によって、菓子はさらなる新たな発展をしていくんだぜ。どんな風に発展していったのかしら？菓子の発展過程において、画期的な変化が現れるのは元禄期以降だ。この時期は中国やオランダを通じて白砂糖の輸入が増加してくるのに加えて、慶長年間に始まったとされる国内の黒砂糖製造は、元禄年間に生産量が拡大していく。さらに、その後、八代将軍吉宗が砂糖の製造を奨励したこともあって、依然として貴重品ではあるものの、砂糖は普及していくことになったんだ。黒砂糖の製造を将軍が許可したのね。砂糖が使えるようになったことは、それまでの菓子にとって、まさに一大変革のきっかけとなったんだ。この時期以降、様々な種類の甘い菓子が登場するようになり、菓子はそれまでの小腹を満たす感触から、甘さを求める嗜好品としての性質が強くなっていたんだ。この頃から江戸の人々はスイーツを楽しむようになったのね。江戸時代中期後半のスイーツ。江戸中期後半は参勤交代を通じて名家が各地へ伝わり、菓子は大衆に拡大したんだ。江戸だけじゃなくて、全国各地に広まったのね。江戸では京都の菓子職人が呼ばれたり、京都から移住したりする者もいて、菓子が将軍家に伝えられ、茶の湯に熱心な大名は都の菓子職人ごと召し抱えて領地へ帰っていったんだ。各藩は領地発展のために菓子などを含む特産物開発の奨励を行い、この菓子を参勤交代の折、大名は領地の陳菓子として将軍への献上品と、これが評判を得ることで、地方の名家が登場したんだぜ。今でも根強く人気のある名家はそういった経緯で誕生したのね。そして、東北一の城下町仙台では特産物を使った、仙台の歴史や伝説を物語る駄菓子が次々と生まれたんだ。それ以降、各地で菓子屋が増え、和菓子の種類と生産量は急速に発展拡大していく。将軍のいる江戸では、雅な京菓子に対して大衆的な菓子が盛んに作られるようになったんだぜ。見た目が美しい京菓子も良いけど、気軽に食べられる菓子も捨てがたいわ。さらに、町人階級の実力が高まったこの時期はかつて宮廷などの行事だったものが民間にも伝わり、3月3日のひしもち、5月5日のちまきなども一般化していったんだぜ。ひな祭りと子供の日の定番お菓子ね。寺社門前には屋台が増えたことで、昔から親しまれていた饅頭に加え、この頃は金唾などが庶民に親しまれていたんだ。町市では振り売りが登場し、飴、おこし、餅やところてんなどの販売が行われることになった。芝居や見せ物などの娯楽が盛んになった元禄期は、菓子を大衆の楽しみの一つとして広がったんだぜ。娯楽と一緒にお菓子も親しまれていたのね。江戸時代後期のスイーツ。江戸時代後期は菓子は大衆層に拡大発展したんだ。元禄に発展した菓子は、江戸後期の文化文政から天保にかけて、さらに普及していった。特に乱熟と大廃の時代と言われるこの頃は、浮世絵や草草子に代表されるように出版物も盛んで、料理書や菓子書も出版されていたんだぜ。この頃から料理本が出始めたのね。当時の上菓子屋は注文を受けてから菓子を作る手法をとっており、
注文のために菓子の絵図や名を記した見本帳を作っていたというほどらしいぞ。今でいうメニュー表みたいなものね。一方、大衆の菓子は早見道中記や東海道中膝栗毛に代表される。現在でいうグルメガイドに登場したり、春食梅子呼びなどの人情本でも紹介されたんだ。時代劇で茶店で団子を食べる風景がよく見られるが、こうした光景はこの頃から始まったと言われている。大阪や京都の茶店では茶に菓子や団子を売り、一杯5文から高くて10文だったそうだ。江戸では16、17歳くらいの着飾った女性がいるお店があって、こういったお店ではなんと24文から50文もしたんだぜ。まるでキャバクラのぼったくりのようね。天保期に入って飢饉が続くようになると、村落では餓死者が出たこの時期でも、街中では米飯の節約のためにと、わらび餅や、カステラ、どら焼きなどは、倍の値段になったんだが売れ行きは良かったそうだ。生活が苦しくても甘いものは欠かせなかったのね。以上が、江戸時代の時期ごとのスイーツの変遷についてだ。次は江戸時代のおやつの時間帯について詳しく紹介していくぜ。江戸時代のおやつの時間帯とは？江戸時代って、3時のおやつじゃなかったの？まずおやつの起源はやつ時に食べる間食のことをそう呼ぶようになったらしい。やつ時とは午後2時だな。江戸時代は1時間ほど早かったのね。でも、昼ご飯を食べたばかりで少し時間が早い気がするわ。江戸時代のおやつの時間が早かったのは、江戸の人々の食事事情にあるぞ。江戸時代の食事は1日に朝夕2回だったんだが、江戸の町を築いた江戸っ子たちは1日の重労働をこなすために、間食でエネルギーを補給することが必要だったんだ。江戸っ子たちは米から作られる餅や団子以外に、大福や金唾などの小豆あんのおやつをやつ時に食べていたんだぜ。江戸時代は昼ご飯自体を食べていなかったのね。そりゃあ、お腹も空くはずだわ。やつ時にお腹いっぱいになっては午後からの仕事に支障をきたすから、さっと食べられて腹八分目というのが、江戸っ子のおやつスタイルだったそうだ。確かに大福とか金唾は手軽に食べられるし、そこそこ腹持ちするからぴったりだったのね。ちなみに小豆で作られたおやつは江戸の庶民にとってファーストフード的存在だったが、羊羹だけはちょっぴり高価なおやつだったそうだ。羊羹って、小豆の塊だものね。羊羹はもともと、小豆あんに小麦粉などの粉をつなぎにして蒸して作っていたんだが、江戸時代の中頃に、粉の代わりに寒天を入れて固める練り羊羹が生まれたんだ。寒天によってあんを固める方法を発見したことで、それまで柔らかくてまとまらなかったあんに様々な細工が施せるようになったんだぜ。和菓子界に革命が起きたのね。以上が、江戸時代のおやつの時間帯についてだ。次は江戸の庶民の間で人気だった駄菓子について紹介していくぜ。江戸時代の庶民のお菓子駄菓子。駄菓子は今では売っているところが少なくなったけど、たまにふと食べたくなるのよね。そうだな、駄菓子の定番といえばラムネやミニヨーグルトだろう。だが、カラフルなパッケージで売られている駄菓子や、ドロップキャラメルなどは江戸時代以降の話だ。じゃあ、江戸時代はどんな駄菓子を売っていたの？江戸幕府以前文化の中心は京都で、その頃盛んになった茶道に伴って練り羊羹や餅菓子、生菓子や干菓子と発展したのは、さっき説明したよな。京菓子とか和菓子のことでしょう？そうそう、時代が進むと江戸でも饅頭や羊羹という京都伝来の菓子を作り始めていて、今までの雑穀類や水飴を練って作っていた雑菓子とは区別されるようになったんだ。高級菓子京菓子、上菓子に対照的な意味で、庶民のお菓子雑菓子、駄菓子と呼ばれたんだ。江戸時代の庶民向けのお菓子が駄菓子だったのね。確かに現代でも京菓子や和菓子は高級でお高いイメージがあるけれど、駄菓子はめちゃくちゃ安いし、子供のお小遣いでも買えるくらいだものね。そしてこの時代は砂糖が使用制限されていて、白砂糖は上菓子屋だけに使用が許されたことから大きな違いが生まれたそうなんだ。黒砂糖やザラメだけしか許されなかった駄菓子なんだが、製造技術が工夫されたことで上菓子に劣らぬうまいものができたし、その心意気を含めて一層江戸庶民に愛されていたんだぜ。黒砂糖やザラメでできている駄菓子って、カラメルとかかしら？そうだな、他にも麦粉菓子、ねじりおこし、みじん棒、豆板、鉄砲玉、べっ甲飴、げんこつ飴、日系飴、きなこ飴、カルメ焼き、かりん等が販売されていた。カルメ焼きは懐かしいわね、昔よく家で作ったわ。お玉に黒砂糖と水を入れて、火で炙ると簡単にできるぞ。砂糖と水だけで作れるから、簡単だし美味しいからよくおやつに食べたわ。黒砂糖を使った駄菓子以外の駄菓子はいつ頃誕生したのかしら？
昭和24年に砂糖の統制が撤廃されたことで、キャラメルなどの自由販売が認められたんだ。そこから一気に今でも定番の駄菓子のラインナップが増えていった感じだな。ちなみに駄菓子屋が減った理由は平成に入って消費税が導入されたからだ。消費税が導入されたことで、低価で売っていた駄菓子が売れなくなってしまったんだぜ。確かに駄菓子に消費税をつけたら、売れなくなるのはよくわかるわ。あくまで子供のお小遣いで買えるのが駄菓子の良さだものね。駄菓子や和菓子もいいけど、カステラ以外の洋菓子の歴史も気になるわ。では、次は江戸時代の洋菓子について詳しく紹介していくぜ。江戸時代の洋菓子事情。江戸時代は南蛮菓子と呼ばれたカステラなど以外には洋菓子と呼ばれるお菓子はほとんどなかったんだ。じゃあ、いつ頃から洋菓子が流行り始めたの？明治時代に入って西洋文化が入ってくる中で、洋菓子が日本に迎えられたんだ。しかし実際は、洋菓子は高級で一部の上流階級の人しか口にできなかったことや、当時の日本人はバターやミルクなどの動物性の食材に馴染みがなかったことから、急激に広まるということはなかったと言われている。洋菓子が広く世の中に広まるのは、戦後もしばらく経ってからのことだ。明治時代にすでに洋菓子が広まっていると思ってたわ。洋菓子が広まる戦後までは和菓子が台頭していたんだが、戦時中に砂糖が公定価格制で統制されることとなり、休業廃業に追い込まれる店が相次いでいたんだ。意外にも和菓子業界が活気を取り戻すのは、1952年に砂糖の統制が撤廃されてからだったそうだ。戦時中は和菓子も苦境に立たされていたのね。昭和30年代に入ると菓子の世界でも機械が使われるようになったことで、和菓子、洋菓子ともに大量生産の時代になったんだ。洋菓子が人々の間に広まるに従って、和菓子の占める割合が小さくなっていったんだぜ。私、洋菓子も好きだけど和菓子も好きだから和菓子屋がなくならないでほしいわ。まとめると、洋菓子が本格的に流行り始めたのは日本では戦後であって、江戸時代はまだまだ和菓子が主流だったということだ。そういえば、まだ和菓子の歴史について詳しく聞いてないわね。では、次は和菓子の歴史について詳しく紹介していくぜ。和菓子の歴史。和菓子っていつ誕生したの？和菓子の歴史は縄文時代まで遡ると言われているんだ。木の実を粉砕して、水で灰を抜き丸めたものが団子の始まりらしい。縄文時代にはすでに団子があったのね。その後、当現在の中国との交流や茶の湯文化の発展などの影響を受けながら、和菓子は進化していき、多様な素材を取り入れながら、製造や加工方法を発展させていったんだ。京菓子などに代表される伝統的な技術を活かしつつも高品質で美しい形状の和菓子が生み出されたんだぜ。和菓子練り切りのデザインは、江戸時代後半に京都で生まれ、全国に広がったそうだ。練り切りって見ているだけで美しいわ。季節の移り変わりがはっきりしている日本は和菓子の世界でも、季節感をとても大事にしている。春は桜餅、夏は水羊羹といったように、それぞれの時期だけに作られる和菓子があって、これらを通じて日本では四季の訪れを感じることができるんだぜ。江戸時代の人々も和菓子を通じて季節を感じていたのね。また、和菓子そのもので季節を表現することもあるんだ。練り切りがその代表例で、同じ素材を使いながら形状や色合いを変えることで、四季折々の美しさを形作っているんだ。四季だけでなく、それぞれを6分割した二重四節気で表現することもあるんだぜ。季節ごとの練り切りの種類が気になるわ。春は水仙と八重桜、夏は花菖蒲と水鳥、秋は蘭菊と桔梗、冬は梅と椿だな。どれも四季ごとに咲く花をイメージしているのね。和菓子は見た目だけじゃなくて、花名もこだわりがあるんだ。短歌や俳句、花鳥風月、地域の歴史や名所に由来していることの多い花名なんだが、この花名には面白いものがあるぞ。どんな花名があるのかしら？こちは梅をかたどった練り切りで、冬から春に移る季節感を表している。菅原の道真が太宰府に流される際に読んだ、東風深場においひおこせよ梅の花主なしとて春名忘れそから取られたそうだ。菅原の道真由来の練り切りなのね。飛び梅は東風と同様に菅原の道真に由来していて、京都の屋敷にあった梅が太宰府まで飛んで花を咲かせたという逸話から取られたらしい。花名って名付けの由来が面白いわね。竜田は紅葉をかたどった練り切りで、紅葉の名所、奈良県北西部にある竜田川が多くの歌に詠まれたため、そこから取られたそうだ。オレンジ色の鮮やかさが秋を感じるわね。初千切りは柿をかたどった練り切りで、
江戸中期の俳人、加賀の千代女が詠んだ渋かろか知らねど柿の葉つちぎりから取られたんだ。この練り切り、本物の柿そっくりね。次は和菓子屋でよく見かけるが、あまり知名度のない和菓子を紹介していこう。まずは上与饅頭だ。引き菓子として冠婚葬祭の慶長用にも使われている。すりおろしたつくね芋に、砂糖、米粉を混ぜた生地で餡を包み、蒸してあるそうだ。この饅頭って、葬式饅頭って名前じゃなかったのね。次は水月だ。多くの神社では6月に半年分の汚れを落とし、残り半年の健康と厄除けを祈願する神事名越しの払いを行うんだが、この時期に登場する和菓子で白い外郎の上に、魔除けの意味の小豆を乗せ、三角形に切り分けたものだ。これ、結構和菓子屋で見かけるけど名前を知らなかったのよ。初めて知ることができて勉強になったわ。最後は君しぐれだ。しぐれる飴に見立てたことから、その名がついたとされる和菓子だな。白あんに卵黄を加えて練ったもので生地を作り、中あんを包んだ後、蒸して表面に亀裂模様を入れてある。シンプルだけど美しい名前だわ。和菓子の歴史については以上だ。では、最後に江戸時代から続く地元の銘菓について紹介していくぜ。江戸時代から続く銘菓。どんな銘菓を紹介してくれるのかしら？まずは栄太郎総本舗の金つば東京都だ。安政4年創業の栄太郎総本舗は細田康兵衛が自らの名前にちなんで、屋号を栄太郎と改めたことで幕を開けたそうだ。江戸時代には栄太郎が焼く金つばは大きくて甘くて美味しいと、魚菓子の商人や芸妓たちから評判を集めたんだぜ。金つばの始まりはこのお店だったのね。金つばとは、その名が表すように刀の唾をかたどった菓子であり、小豆本来のコクを生かした甘みが特徴なんだが、栄太郎の金つばはたっぷりのあんを小指の先の小麦粉生地で白のように薄く包むらしい。金つばの元祖が作る秘伝の製法ね。次は元祖くず餅船橋屋のくず餅東京都だ。1805年創業の元祖くず餅船橋屋初代の出身地である下総国千葉県北部船橋は、当時、良質な小麦の産地で、亀戸天神が参拝客で賑わう様子を見て、茹で練った小麦でんぷんをせいろで蒸し、黒蜜ときな粉をかけて餅を作り上げたんだ。それが瞬く間に参拝客の注目の的となり、江戸の名物に数えられるほどの評判となったんだぜ。船橋屋のくず餅は有名よね。私も大好きだわ。元祖くず餅船橋屋は創業時から変わらず原材料にこだわりを持ち、くず餅を製作しているそうだ。グルテンを取り除き乳酸発酵した小麦でんぷんを蒸し上げたくず餅は、ほのかな香りと酸味、しなやかな食感が特徴なんだぜ。この香りと酸味がくず餅の良さを際立たせてくれているわね。次は虎屋本舗の虎焼き広島県だ。創業400年にわたる広島県虎屋本舗は、美味しいあんこをこしらえろ。絶対に味を落とすな。という先代からの遺言を、こだわりとして続けている和菓子屋さんだ。先代の言葉を大切にしているのは良いお店である証よね。粒あんは工場長が一人で選定した北海道産小豆を使用していて、熟練の職人が毎朝、その日の気候と豆麺の機嫌を伺いながらゆっくりとこしらえていくそうだ。美味しそうなどら焼きね。職人こだわりの小豆を使っているのがポイントだわ。最後は伊藤久右衛門宇治抹茶大福京都府だ。伊藤久右衛門は江戸時代から受け継ぐ伝統を大切にしながら、お茶の新しい価値を発信する、京都宇治のお茶屋なんだ。京都といえば抹茶のイメージが強いわ。江戸時代からの伝統を受け継ぎ、お茶の新しい価値を発信する宇治抹茶大福は、冷茶や熱い煎茶にもよく合うから、一年を通して美味しく味わうことができるんだぜ。抹茶の濃厚さが冷茶や煎茶とよく合うわ。以上が、江戸時代から続く銘菓についてだ。まとめ、今回は江戸時代のスイーツについて詳しく紹介してきたけど、霊夢はどうだった？江戸時代といっても、時期によっていろいろなスイーツが発展したのを知れて勉強になったわ。室町時代から南蛮菓子が伝わり、江戸時代にかけて新たにスイーツが発展していったんだ。最初は大名などが茶の湯で食べるお菓子が主流だったが、徐々に庶民向けにも駄菓子などの手軽に安く食べられるお菓子が流行っていった。江戸時代は砂糖の規制が厳しかったのよね。江戸時代はまだ砂糖の規制が厳しくて、白砂糖はなかなか手に入らなかったんだ。だから、黒砂糖を使ったお菓子が中心に作られるようになって人気を博していった。江戸時代から続く銘菓も、創業当初からお店のこだわりが詰まったものばかりだぜ。今回紹介してくれた銘菓を食べたくなったから、早速買いに行ってくるわね。このチャンネルでは、他にも様々な動画を投稿していくから楽しみにしててほしいぜ。
この動画を見て新しい情報や感想がある人は、ぜひコメント欄にコメントを書いてほしいわ。この動画が参考になったと思う人はぜひ、高評価といいねを押してほしいぜ。では、ご視聴ありがとうございました。もうすぐ今年も終わり、一年の終わりといえば、年越しそばよね。うどんを食べるという人もいるけれど、私は断然そば派だわ。ほう、霊夢はそばが好きなのか？大好きよ。月に一回は、そば屋さんに足を運んでいるわ。なるほど、江戸時代の人と気が合いそうだな。どうして江戸時代？実は江戸時代は、蕎麦屋がものすごく流行った時代なんだぜ。そうなの、どうして蕎麦が流行ることになったのかしら？詳しく知りたいわ。わかったぜ、それでは今回は、江戸時代の蕎麦屋の歴史と、蕎麦が流行った理由について解説していこう。ゆっくりしていってね。現代では日本人に馴染み深い食べ物である蕎麦だが、そのルーツは古く、高知県にある9000年以上も前の遺跡から、蕎麦の実の花粉が発見されているんだ。蕎麦って、その蕎麦の実っていうのからできているの？そうなんだ、蕎麦の実を粉にして、その粉を練って作るんだぜ。へぇ？とはいえ、発見されてすぐに、蕎麦の実が食用として、用いられていたわけではない。蕎麦が食べ物として用いられるようになったのは、奈良時代以前だと言われている。奈良時代ってことは、今から何年前？およそ1300年前だな。それでも古いけれど、蕎麦の実の歴史に比べたら、蕎麦が食用に使われるようになったのは最近のことなのね。そうだな、ただ、食用に使われるようになったとはいえ、当時は今のように、麺として食べてはいなかった。どういうこと？蕎麦を粒のまま粥にして、蕎麦が湯として食べていたんだ。それって、美味しいのかしら？当時は、味はあまり求められていなくて、飢饉などに備えた、非常食として食べられていたんだ。粥の他に、水で溶いた蕎麦を焼いて作る蕎麦焼きなども存在していた。あまり美味しい代物ではなく、富裕層や貴族の間では、ほとんど食べられていなかったんだぜ。あくまでも、飢えをしのぐための食べ物だったってわけね。米や小麦粉に比べて、蕎麦は荒れた地でも問題なく育ち、かつ収穫までのスピードも、格段に速く、年に2、3回は収穫できたからな、食糧難にあえぐ庶民の味方だったんだぜ。へぇ、蕎麦ってそんなにすぐ育つのね、知らなかったわ。そんな蕎麦が麺として、現代に近い形で食べられるようになったのが、江戸時代の初期なんだ。江戸時代になって、ようやく蕎麦が麺になったのね。そうなんだぜ、この頃は、他の蕎麦料理と区別するために、蕎麦切りと呼んでいた。現在一般的に使われている蕎麦という名称は、この蕎麦切りの略称であり、地方によっては未だに蕎麦切りの名で呼ばれていることもあるぞ。蕎麦の正式な名前は蕎麦切りだったのね。現代と江戸時代の蕎麦の違い。そういえば、さっき現代に近い形って言ってたけれど、近いってことは、現代の蕎麦と江戸時代の蕎麦には、何か違いがあったのかしら？実はそうなんだ。現代の蕎麦は、基本的には茹でて調理する。しかし江戸時代は、茹でるのではなく、蒸し調理法を使っていたんだ。へぇ、それはどうしてなの？現代の蕎麦には、小麦粉などを主に使ったつなぎが加えられて、茹でても切れないようにしてあるんだが、江戸時代はそうではなく、つなぎを使わない10割蕎麦が主流だった。そのため、茹でると切れてしまうので、蒸していたんだ。切った蕎麦をせいろに入れて蒸し、そのまま客に提供していたんだぜ。もしかして、現代で盛り蕎麦をせいろ蕎麦とも呼ぶのは、この時の名残なのかしら？霊夢にしては鋭いじゃないか、その通りだぜ。私にしては、っていうのがなんだか気にかかるけど、まあ、褒められたからいいわ。それより、現代の蕎麦と江戸時代の蕎麦には、他にも違いがあるの？決定的な違いがあるぞ。それは、蕎麦つゆについてだ。現代の蕎麦つゆといえば、鰹節の出汁に醤油やみりんを加えたものが一般的よね。そうだな。しかし、江戸時代は、味噌に水を加えて煮詰めた、味噌をベースにした、蕎麦つゆを使っていたんだ。名称も、蕎麦つゆではなく、単純に味噌だれと呼ばれていたぞ。味噌で蕎麦を食べていたの。今では珍しい食べ方だよな。だけど、江戸時代はこれが主流だったんだ。今とは違うことがたくさんあるわね。そうなんだぜ。蕎麦が大人気だった理由。さて、続いては、蕎麦が大人気だった理由について解説しようか。気になるわ。江戸時代は、江戸に単身で移住してきた男性が多く住んでいたんだ。そのため、外食文化が流行り、外食産業がどんどん盛んになっていったんだぜ。ふむふむ、具体的に、どんな外食が人気だったの？当時の江戸で人気を博していた三大ファストフードは、天ぷら、寿司、蕎麦だったぞ。それって、ファストフードじゃなくない？現代の感覚ではそうだな。
しかし江戸時代では、これらが屋台でたくさん、それも安価で売られていて、大人気の庶民の味だったんだぞ。お寿司が庶民の味。そんな江戸のファストフードの中でも、一番と言っていいほど人気があったのが、蕎麦だ。蕎麦はとても安く、手早く食べられることから、絶大な人気を誇っていたんだぜ。当時の蕎麦の価格って、いくらくらいだったの？江戸時代末期に書かれた百科事典によると、当時の蕎麦の値段は16文。江戸時代の中でも時期によって差があるんだが、今の価格に直すと、だいたい300円前後だ。現代の立ち食い蕎麦と同じくらいの値段ね、確かに安いわ。また、同じ百科事典によると、江戸時代の末期の江戸市中の蕎麦屋の数は、3760店を超えていたようだ。屋台も含めると、もっとあるだろうな。それって、どれくらいすごいの？参考までに、現代の東京都の蕎麦屋の数は、およそ3200件だぜ。ってことは、今の東京都よりも、江戸の方が蕎麦屋の数が多かったの。面積も人口も、今より昔の方が少なかったのよね。ああ、そうだ。それなのにもかかわらず、現代以上の店舗数を誇っていたんだな。江戸の人は、そんなにも蕎麦が大好きだったのね。江戸時代って、他に麺料理はなかったの？あったぞ。江戸時代には、うどんも人気だったからな。うどん、蕎麦の強力なライバルじゃない。うどんよりも、蕎麦の方が人気があったの？ああ、特に江戸では、うどんよりも蕎麦の方が、はるかに人気があったぞ。それはどうしてなのかしら？理由の一つとして、江戸の周辺では、小麦があまり取れなかったことが挙げられる。そっか、うどんは小麦で作るものね。また、うどんよりも蕎麦の方が出来上がるまでの時間が短かったことも、蕎麦の人気につながったと言われている。江戸っ子は、比較的気が短い人が多かったようだからな。なるほど、じゃあ、江戸時代は、ずっと蕎麦人気の方が高かったのかしら？いや、それがそういうわけでもなかった。というのも、江戸時代の初めは、蕎麦屋よりうどん屋の方が多く、人気もあったんだ。え、そうなの？ああ、しかし、蕎麦の産地である信州、現在の長野県の人々が、江戸へで稼ぎに来たことをきっかけに、蕎麦は江戸に広まっていった。結果、うどんをしのぐほどの人気となり、蕎麦の需要はどんどん高まっていった。それにつれて、店舗数も増えていった、というわけだ。へえ、うどんから蕎麦へと、人々の需要が変わっていったのね。そうなんだ、こうして蕎麦が多くの人に好まれるようになっていくと、蕎麦作りの技術も、どんどん進展していった。周りにライバル店が多いものだから、どうにか周りより優れているところを、主張しないといけないものね。必然的に、蕎麦の質も高くなってくるのね。そういうことだな。高級蕎麦屋。江戸時代の中期からは、つなぎを使った製麺技術が発達した。それからはつなぎを使う蕎麦が主流となり、調理法も蒸しから茹でへと変化していったぞ。ふむふむ。また、庶民の味であった蕎麦は、こうして技術が発展し、味が向上していくにつれて、身分の高い人も食べるようになった。武士を主な客層としている高級蕎麦屋なんかもあったほどなんだ。高級蕎麦屋と普通の蕎麦屋は、どんな違いがあったのかしら？主に味に違いがあったようだな。霊夢は、江戸蕎麦御三家って知っているか？江戸蕎麦御三家？知らないわね。日本三大蕎麦なら知っているんだけれど。戸隠蕎麦、出雲蕎麦、わんこ蕎麦の三つが、日本三大蕎麦に数えられているな。しかし、それとは別に、江戸時代から存在する江戸蕎麦御三家というものもあるんだ。さらしな蕎麦、やぶ蕎麦、砂場蕎麦の三つだぜ。どんな蕎麦なの？順に説明しようか。まずはさらしな蕎麦、蕎麦の実を引いた時に最初に出てくる粉を一番粉と呼ぶんだが、一番粉の中でも特に純度の高い粉を使って作られた蕎麦をさらしな蕎麦と呼ぶんだ。最大の特徴は、麺が白いこと。一番粉には、蕎麦の実の色素成分がほとんど含まれていないため、色が白くなるんだ。へえ、引いてしまえばどれも同じ、というわけではないのね。引く順番によって違いがあるとは知らなかったわ。さらしな蕎麦は蕎麦の風味も少なく、麺が切れやすいという特徴もある。食感もかなりもっちりしていて、多くの人が食べ慣れている蕎麦とは、また違った味わいがあるぞ。味も全然違うのね。ああ、そうなんだ。次に紹介するのは、やぶ蕎麦だ。さらしな蕎麦が白い麺であるのに対して、やぶ蕎麦は少し緑がかった色をしている。ふむふむ、味はどうなの？やぶ蕎麦の特徴は、漬け汁型の蕎麦と比べて、辛口なことだ。醤油の味が強く、塩辛い蕎麦つゆなんだ。へえ、濃い味が好きな人には向いているかも。ところで、やぶ蕎麦って変わった名前よね。何か由来があるのかしら？やぶ蕎麦の発祥の店である蔦屋の周りに、やぶが生い茂っていたことが理由だぜ。そんな理由だったの？目の付けどころが面白いよな。さて、最後に砂場蕎麦だが、実は砂場蕎麦は、大阪が発祥の蕎麦なんだ。え？江戸蕎麦御三家なのよね？
大阪発祥の蕎麦が江戸に広まり、そのまま江戸の名物になったということだな。砂場蕎麦の歴史は古く、豊臣秀吉の時代にまで遡るんだ。そんなに前まで？ああ、大阪城の建設の際に、泉屋という菓子屋が近くに蕎麦屋を開店したことが始まりだぜ。へえ、菓子屋さんが蕎麦屋を開店したのね。そうなんだぜ。その後、徳川家が天下を統一した際に、その蕎麦屋は江戸に進出し、そのまま江戸蕎麦御三家に数えられるほどに人気の蕎麦となったんだ。ふむふむ、砂場蕎麦っていうのも、また独特な名前だけど、由来があったら知りたいわ。泉屋が最初に蕎麦屋を建設した場所が、資材の砂を置いていた場所だったことに、由来しているぞ。これまた、面白い由来ね。そうだよな、こうして3つの蕎麦は江戸で大人気となり、現代まで引き継がれることになったんだ。なるほど、ところで、高級蕎麦屋と普通の蕎麦屋は味に違いがあったってことだけれど、この江戸蕎麦御三家が高級蕎麦屋だったのかしら？いや、すべてがそうだったわけではない。主に武士をメインターゲットとしていたのは、さらしな蕎麦と砂場蕎麦だ。武士が喜ぶような、上品な味付けにしていたようだぜ。それに対してやぶ蕎麦は、商人の客が多く、濃い味付けを好む人が多かったため、濃いめの蕎麦つゆを使っていたんだ。へえ、そうだったのね。また、武士だけでなく、お殿様にも、好んで蕎麦を食べる人は多かった。お殿様が食べていた蕎麦は、御前蕎麦と呼ばれていたぞ。お殿様も蕎麦を食べていたのね。御前蕎麦っていうのは、どんな蕎麦だったの？特別質の高い、白い蕎麦粉で作った、高級な蕎麦だったぜ。江戸時代の文献によると、卵をつなぎに用いたものをそう呼ぶことが多かったようだ。ちなみに、御前という表現は、最上級の食べ物を意味する表現なんだぞ。なんだか凄そう。お殿様から庶民まで、江戸の人はみんな蕎麦が大好きだったのね。江戸流の食べ方。だけど、気持ちはよくわかるわよ。私も蕎麦つゆをたっぷりつけた蕎麦を、ずるずるすすりたい衝動に駆られるもの。なるほど、霊夢は蕎麦つゆはたっぷりつける派なのか。江戸っ子とは違うみたいだな。あれ、そうなの？ああ、当時、蕎麦つゆをたっぷりつけて食べる食べ方は、田舎風だとされて、息を重んじる江戸っ子は、その食べ方は遊戯に反するとしていたんだ。そのため、蕎麦先をちょこっとつゆにつけて、すする食べ方が好まれた。これが江戸前とでもいう具合にな。なんだか、見えっ張りじゃない？そういう気質があったことは事実だろうな。まあ、江戸の蕎麦つゆはどちらかというと辛めで、たっぷりつけるのには適さなかった。というのもあるだろうが、江戸流の食べ方、私もしてみようかしら？ただ、面白いのが、落語家である十代目金言亭馬生が、蕎麦生という落語の枕として、一度でいいから、つゆをたっぷりつけて蕎麦を食いたかったと言ってこと切れる話をしたことだ。田舎流の食べ方に、バッチリ憧れちゃってるじゃない。江戸っ子の見えや意地がよく表されているよな。なんだかお茶目だぜ。江戸の人たちは、一体どのくらいの頻度で、蕎麦を食べていたのかしら？無論人によって差はあったが、蕎麦が特に好きな町民たちの中には、毎日蕎麦を食べに出かける人も多かったぞ。毎日？ああ、現代人は貯蓄がある方が良いと考える人が多いが、江戸っ子は、金はあるだけ使っちまえ、と考える人がとても多かったんだ。なんていうか、豪快ね。だよな、だから、収入があれば使い切って、毎日を楽しむ人が多かった。そんな江戸時代の町人たちの日常は、戦闘で一っ風呂を浴びた後に、蕎麦屋で食事を楽しむというものだった。蕎麦と日本酒を一緒に楽しむのが、当時の町民たちの何よりの娯楽だったんだ。蕎麦と日本酒、だけど、日本酒って高いんじゃないの？そう思うよな。しかし当時は、高品質な日本酒が比較的安価な店でも提供されていて、蕎麦屋もその例外じゃなかった。そのため、当時の町人たちは、高品質な日本酒と美味しい蕎麦を、安価で楽しむことができたんだぜ。お酒も蕎麦も大好きだから、ちょっと羨ましい。さて、というわけで今回はここまでだ。江戸時代の蕎麦について、よくわかったわ。すっかり蕎麦の気分になっちゃったし、今晩の夕食は蕎麦にしようかしら。奮発して日本酒も買っちゃおうっと、蕎麦釣りは麺の先にちょっとつけるだけ。江戸っ子風にね。当時の楽しみ方を真似してみるのも、面白いかもしれないな。この動画が気に入った人は、チャンネル登録・高評価もよろしくね。最後までご視聴ありがとうございました。今回は江戸時代の酒と居酒屋について、詳しく解説していくぜ。楽しみだわ。では、ゆっくりしていってね。江戸時代の酒事情。江戸時代の人々の酒事情ってどんなものだったのかしら？お酒を店で楽しむというスタイルは、江戸時代より前に存在していたそうだ。奈良時代に天武天皇のひ孫にあたる、芦原王という人物が、獅子で酒を飲んでいた際に、
人情沙汰を起こしたという記録が俗日本記に記されている。趣旨とはお酒を飲ませる店のことだな。そんな昔から人々は店で酒を飲んでいたのね。造り酒屋が文献の中に登場するのは万葉集からで、さらに5世紀頃には、市でお酒を売っていた記録が残っているそうだ。造り酒屋ってことは日本酒とか焼酎を飲んでいたのかしら？人々が飲むことができたお酒は日本酒のみで、ほとんどの場合で缶酒を飲んでいたんだ。ちなみに、江戸の人々が缶酒を飲んでいたのは、儒学や当時の健康指南書である養生君の影響らしい。冷たい酒は体を壊すと信じられていたから、酒を温めて飲んでいたわけだな。当時は熱燗が主流だったのね。人々はチロリと呼ばれる式にお酒を入れて、それを燗銅壺で湯煎して温めながら飲んでいたんだ。江戸時代はまだ冷蔵庫がなかったから、熱燗以外だと常温で飲むしかなくて、これを冷や酒と呼んだんだ。生ぬるい酒が冷酒なんてちょっと嫌だわ。当時製造されていた日本酒は、甘く濃厚でアルコール度が高い原酒だった。原液の酒は問屋や中外、氷の各所で加水水を足すことされて、最終的に居酒屋でも加水されて、町の人々の口に入る頃には 5% ほどのアルコール濃度になっていたそうだ。原液のままだとすぐに酔っ払っちゃいそうよね。原液を加水することを玉割りと呼ぶようになり、加水しても風味の落ちない酒を玉の菊酒と呼んでいたようだな。現在も高級な日本酒や焼酎が販売されているように、江戸でも良い酒は高く売られていたんだ。居酒屋で飲める上級のお酒は1合24から28文程度で、これは現在の価格にすると450円ほどだった。一方で、安い酒は1合4文程度だから、80円くらいといったところだ。高い酒は安い酒の約5、6倍もの値段がつけられてたのね。今でも450円だと結構高く感じるよな。江戸っ子たちはお酒を頼むときに銘柄ではなく、指紋粉からでくれと言ったように、一合あたりいくらの酒をどのくらい欲しいかという注文をしていたようだ。粉からとは二合半を指す言葉だから、指紋粉原の酒といえば一合四文の安いお酒が二合半出てくることになるぞ。安くてたくさん飲めるのは大事よね。江戸時代の主な酒の消費者とは？江戸時代はどんな人がお酒を消費していたのかしら？江戸時代に主に酒を消費していたのは下級中級武士だった。大名の参勤交代で江戸に来ていた武士たちは江戸の武家人口の大半を占めていたんだ。参勤交代はふるさとから遠く離れたところに勤め、非番の日は役職によって3日から10日に一度程度だった。だから、ふるさとや家族を思って寂しく酒を勧する武士が多かったようだな。なんか、今でも単身赴任のサラリーマンが酒を勧ってる光景が目に浮かぶわ。江戸時代から同じような光景は見られたわけだ。ふるさとに帰れると聞くと祝い酒を飲み、参勤交代が延長になると焼け酒を飲んだらしい。今でも祝い酒や焼け酒の風習は残っているぞ。日本人とお酒は切っても切り離せないものだったのね。そして、江戸時代の人々はお酒を飲む量もすごかったそうだ。江戸に運ばれてきた酒の量を江戸の全人口で割ると、一人当たり1日2合の酒を飲んでいた計算になるらしい。日本酒で言うと、1合どっくり2杯分だな。ただでさえアルコール度数が高い日本酒を2本も飲んでいたなんて、確かに酒豪だわ。お酒がここまで流通したのは、貿易事情もあったんだ。江戸の後期になって江戸近郊で醸造業が発展するまで、江戸で飲まれる清酒の大半は大阪池田伊丹灘などの上方から、大きな樽を積んだ樽海鮮で運ばれてきた、いわゆる下り酒と呼ばれたものだった。その量は、年間80から90万樽にもなったらしくて、樽で運ばれてきた酒を水で薄めて安く売っていたそうだ。それでもアルコール度数は高そうよね。水で薄めた酒を一生飲んだなんて自慢していた人が、実際に飲んだ量はその半分の5合だったなんて話は、江戸時代の人々の間ではよくあったそうだな。今も昔も酒を大量に飲んだ自慢はあるのね。江戸に居酒屋が誕生した経緯。居酒屋という形態が市井に広まったのは江戸時代のことだったんだ。江戸時代の初期には、江戸の町に多くの造り酒屋があった。造り酒屋の他にも、酒を卸して売るお店があって、こうした酒を扱うお店は受け酒屋と呼ばれたそうだ。江戸時代の人々がこれだけ酒好きなら、家に持って帰る前に飲んじゃいそうよね。霊夢の言う通りで、店先やお店の中ですぐに酒を飲みたいと言い出す人がいたらしく、この小酒屋は次第に店先ですぐに飲めるようにお酒を提供し始めたんだ。店にいながら酒を飲むということで、居酒と呼ぶようになった。
他にも、お酒に合わせるものとして簡単な料理なども出していたそうだ。居酒屋の名前のルーツは店にいながら酒を飲むというものだったのね。居酒屋の発祥は市販店の中で酒を飲む角打ちだった。この居酒は非常に繁盛して、だんだんと酒を販売するだけではなく、店内でお酒を飲ませることをメインにするお店も登場するようになったということだ。家に帰らなくても外出先でお酒が飲めるのはまた格別よね。そんな居酒屋が流行っていた江戸で、明暦の大火と呼ばれる大火事が起こったことで、江戸市中の大半が燃えてしまったんだ。当然居酒屋も燃えてしまったんだが、この復興のための工事に多くの人手が集められたことで、この人々の食事の需要を当て込んで二杯茶屋と呼ばれるお惣菜屋、定食屋が生まれた。この二杯茶屋でも酒を提供し始めるようになったことで、酒がメインの居酒屋と料理がメインの二杯茶屋が競争を重ねるうちに、それぞれの店が料理とお酒の両方に力を入れて販売するようになったんだぜ。今でも定食屋でお酒を飲めるのは江戸時代からの名残なのね。どんな人々が居酒屋に集まった？江戸の町は男性の割合が8割近い、超男性社会だった。居酒屋に集まる人たちも、男性が多かったようだな。今でこそ、居酒屋に女性が通えるようになったが、江戸時代は男性が中心だったんだ。私もお酒は飲めないけど居酒屋の雰囲気とか、料理は好きだから女性も通えるようになって嬉しいわ。ドラマの時代劇では侍がふらりと居酒屋を訪れるシーンや、看板娘がそれを出迎えるようなシーンがあるが、ああいうことはほとんどなかったそうだ。料亭で藩の資金を使って、他藩の武士と情報交換を兼ねた食事をするのが主流だった。商人なども料理屋や遊郭で食事をすることはあっても、居酒屋には来なかったらしい。じゃあ、どんな職業の人が居酒屋に集まったの？当時の居酒屋は早朝から酒と料理を提供していたから、町人のうち籠を運ぶ仕事に就く人や魚などを担いで運ぶ仕事に就く人、奉公人や職人、武士に仕えて雑務に従った者、武家の奉公人などが集っていたんだ。こうした町人は気性が荒くて、お店で喧嘩が起こるのも頻繁にあったから、居酒屋はほとんどの場合、男性のみで切り盛りされていたそうだ。今みたいに女性が居酒屋の店員になることはなかったのね。当時の居酒屋には机や椅子などがなかったから、町人たちは空の樽に板を渡した簡素な腰掛けや、将棋と言われる長机に、半身になって腰をかけ片足だけ油をかくようにしてお酒を飲んでいたようだな。今、そんな行儀の悪いことをしたら居酒屋から締め出されるわ。そうだな、居酒屋に机や椅子があるのは当たり前じゃなかったんだ。とりあえず〇〇は江戸時代から始まった。今や大衆の間で当たり前になった居酒屋でとりあえず〇〇の習慣についてだ。居酒屋に行くとこぞってみんな、ビールを注文するわよね。とりあえずビールでという言葉が当たり前に使われるようになったよな。このとりあえず〇〇の習慣は江戸時代から始まったと言われている。当時、西洋文化との唯一の窓口だったオランダからビールが伝わったことで、蘭学者たちがビールの試飲や試作に励むようになった。だが、庶民の間にビールが広まったのは幕末から明治にかけてだったそうだ。じゃあ、江戸時代の人々はとりあえず何を頼んでいたのかしら？江戸時代の人々はとりあえず安い濁り酒を頼んでいたんだ。今でも手頃な値段で酒を飲める居酒屋があるが、江戸時代にも中級やちょっと一杯と呼ばれる、庶民でも気軽に足を運べるお手頃居酒屋があった。それ以外にも、芋の煮物を売り物にした芋酒屋や、夜明かしといって遊郭帰りの客を狙って昼夜営業していた店、早朝から営業していた店など、朝から晩まで酒が飲める居酒屋があったから、江戸の人々は一日中酒を飲み明かしたそうだな。朝からお酒を飲めるのは、サラリーマンにとっては羨ましいでしょうね。店に入ると親父、粉からや四文を三合など酒の値段と量を言って、居酒屋の店主に注文するスタイルはとりあえず〇〇というスタイルに似ているよな。この時代からとりあえず〇〇のスタイルはあったのね。江戸の人々はのんべいだった。江戸の人々はのんべいだったと有名らしい。そんなに有名だったのかしら？大阪の教科書筆彦が編纂した軽口筆彦話では、江戸の飲み倒れ、京の木倒れ、大阪の食い倒れと3と比較を表現している。江戸は飲み酒が多くて、京都は着物にお金をかけ、大阪は食べ物に目がないという意味だな。大阪の人々は、江戸っ子をのんべいだと思っていたようね。日本に布教しに来た宣教師ルイス・フロイスも、江戸の人々がのんべいに見えたそうだ。フロイスが天正13年1585年に表した日曜文化比較には、
しつこく酒を勧め合って酔っ払い、前後不覚に陥ってもそれを誇りとしていると記してる。って厳しいお言葉ね。外国人から見ても江戸の人々は相当なのんべいに見えたということだよな。居酒屋ではしばしば酒飲み合戦が開かれていたそうだ。漢文7667年に刊行された酒合戦記水長記では、菱川師宣が挿絵を描いた飲み比べ記は当時大ベストセラーになった。話の元となったのは慶安2年に行われた、小石川の守護寺横暴たる継ぐと、玉川の大師に暮らす視線だったオロチマル底深の飲み比べだ。守護同士の酒飲み合戦を元にした話だったのね。酒合戦には二人の門人も参加して行われたらしく、杯にはなんと7号入りの大杯が使われていたんだ。そこには蒔絵で、蜂というとカニの絵が描かれていて、刺せのもう魚を挟む刺しつ刺されつ魚をつまみ酒を飲み干すという、意味が杯に込められていたそうだぞ。随分シャレの効いた杯を使っていたのね。互いにぐいぐいと酒を飲み、勝利したのは寺横暴たる継ぐだった。水取り機は勝者たる継ぎによる記録だが、実は飲み勝ったのは大蛇丸だったという説もあるそうだ。結局どっちが勝ったのかわからないままだったのね。それほど酒飲み合戦は熱戦が繰り広げられたということだろう。居酒屋ではどんなおつまみが出されていた？居酒屋では酒を楽しむのもいいが、酒のお供になるおつまみも重要だろう。江戸時代はどんなおつまみが出されていたのかしら？今でいう居酒屋のお通しとしてよく食べられていたのが味噌田楽だ。味噌田楽は、豆腐に串を刺してお味噌を塗った後に焼いた料理のことだな。当時はこんにゃくじゃなくて豆腐に味噌を塗って焼いていたのね。当時はお酒のおつまみとしてとても安く出されていたから、人気があったそうだ。次は湯豆腐だ。江戸時代の初期は、豆腐は贅沢品として庶民が食べることを禁止されていたんだが、中期になると江戸や京都大阪といった都市部では、庶民の間でも食べられるようになったそうだ。湯豆腐もその頃から居酒屋さんで出されていて、漬け汁は醤油と鰹節、薬味にはネギや唐辛子などが使われていたらしいぞ。湯豆腐も今や居酒屋のおつまみに欠かせないわよね。次は茹でダコだ。ダコは江戸時代には好まれてよく食されていて、居酒屋でも店頭に吊り下げられていたそうだ。そんな吊るされたタコは茹でたり、煮付けにしたりして食べられていたようで、江戸名所百人美女という浮世絵集では、女性がタコを当てにお酒を飲んでる浮世絵が残っている。昔から江戸の人々はタコが大好きだったのね。次は芋の煮物だ。江戸時代、芋の煮物は庶民の食べ物だったから、多くの居酒屋さんでおつまみとして出されていたそうだ。芋の煮物は当時は煮転がしと呼ばれていて、芋の煮転がしを売りにした酒屋もあるぐらいだった。芋の煮物はホクホクしてるから、お酒とよく合うつまみだわ。次は土壌汁だ。土壌は今ではあまり家庭で食べるものではないが、江戸の町民には広く食べられていたのは有名だよな。居酒屋でも、ご飯に土壌の入った汁をかけた土壌汁が出されていたそうだ。今でも柳川鍋で土壌と食べる習慣があるぞ。土壌は食べたことないから、一度食べてみたいわ。次はフグ汁だ。江戸時代にもフグに毒があることは知られていて、フグを食べることが当時は禁じられていたそうだ。幕府は武士がフグを食べることを厳しく禁じていて、違反した場合は厳罰に処せられることもあったんだ。だが、居酒屋ではこっそりフグ汁が出されて、江戸の人々の間でフグを楽しんでいたようだな。うっかり調理法を間違ったら、フグの毒に当たりそうで怖いわ。次はマグロ料理だ。マグロは江戸時代にはとても値段が安くて、庶民の食べ物として知られていたんだ。居酒屋でもマグロ料理がよく出されていて、マグロの煮付けや刺身として出されていたそうだ。今は高級部位として美味しいトロの部分は、江戸では保存が効かないから全て捨てられていたらしい。なんて、もったいないことをしていたのかしら。最後はおでんだ。おでんは、実は江戸時代初期の居酒屋で人気があった、豆腐田楽にルーツがあるらしい。おでんという名前も、この田楽から来ているそうだぞ。おでんの田の部分は田楽の田なのね。こんにゃくに串を刺して味噌をつけるこんにゃく田楽が登場して、その後串に刺したこんにゃくを煮た料理などが登場したんだ。その後、醤油の醸造が盛んになるにつれて、煮込み料理としてのおでんに発展していったそうだ。確かにおでんは味噌をつけて食べる食べ方もあるものね。田楽から誕生したから、味噌をつけて食べる習慣が根付いたんだろうな。今でも、居酒屋のおつまみでは田楽やおでんが定番だから、お酒は飲めないけど、ついつい食べに行きたくなっちゃうわ。江戸時代から続く老舗酒場とは？東京には江戸時代の居酒屋のスタイルが残っている老舗酒場があるらしい。どんな居酒屋なのかしら？
それは東京の根岸にある鍵屋という居酒屋だ。鍵屋は安政3年1856年に酒問屋として創業し、店の一角で酒を飲ませるようになったことがきっかけで酒問屋から居酒屋となったそうだ。歴史のある居酒屋なのね。今でも江戸時代から残っている建物で営業しているのかしら？昭和49年まで営業して、その後大正元年地区の原店舗に移転したそうだが、旧店舗は歴史的価値があるから、東京と小金井市の江戸東京建物園に移築して見学できるそうだ。へえ、一度行ってみたい居酒屋だわ。お店に入ると、江戸時代から続いた店舗の雰囲気がそのまま味わえるんだが、一つだけルールがあって残念ながら女性だけでは入れないそうだ。せっかく行ってみようと思ったのに。江戸時代の居酒屋の名残である超男性社会が、今でも店のしきたりとして残っているんだ。ただ、女性だけで入るのは NG なだけで、グループに一人でも男性がいれば入れるらしい。それなら、男友達を誘っていけば無事に入れそうね。そうだな、男性が一人でもいれば鍵屋に入れるだろう。鍵屋は他にも江戸時代の名残がたくさん残っているんだ。お品書きは年季を感じる木の板に墨で書かれているし、居酒屋の原点とされる燗酒も味わえるぞ。酒は菊正宗、桜正宗、大関の3種類のみだが、店主がこだわり抜いたお酒だから、人気が高いそうだ。お酒の味に自信があるからこそ、種類が少なくてもお客さんがつくってことなのね。これまた年季の入った銅壺の燗酒器を利用していて、ここから燗酒が入ったとっくりを出してくれるらしい。江戸時代のスタイルを今でも継承しているのね。おつまみには、これまた江戸時代のおつまみの定番である味噌おでんが看板メニューとして人気だそうだ。他にも、湯豆腐ならぬにやっこが名物らしく、出汁が効いて美味しいそうだぞ。おつまみも江戸時代の定番のおつまみが並んでいて、燗酒が進みそうだわ。鍵屋の営業時間は17時から21時で、定休日は日祝。JR 鶯谷駅から徒歩5分にあるから、興味がある人はぜひ、立ち寄ってみてくれ。私も今度ぜひ、男友達を連れてマリサと一緒に行ってみたいわ。でも、私たちお酒は飲めないんだぞ。江戸時代の雰囲気を味わったり、看板メニューを食べるだけでも楽しめそうじゃない？確かに居酒屋の原点を知ることができて、楽しそうだよな。お酒を飲めなくても居酒屋のおつまみは美味しいから、ぜひ行ってみたいわ。そうだな、今度の週末に行ってみることにするか。賛成だわ、すごく楽しみにしてるわね。まとめ、今回は江戸時代の酒と居酒屋について詳しく紹介してきたけど、霊夢はどうだった？江戸の人々がのんべいで酒豪だったこととか、居酒屋が誕生した経緯を知れて楽しかったわ。江戸時代は日本酒が主流で、水で薄めた安い酒が町人の間で流行っていた。朝から晩まで酒を飲んだり、一度に大量のお酒を飲む人も多かったそうだ。江戸の人々の酒豪ぶりは大阪の人や外国人も呆れるほどだったらしい。今も昔もお酒好きな人は一定数いるってことなのね。そうだな。そして、そんな江戸の人々の酒好きの理にかなったのが、居酒屋の誕生のきっかけであり、朝から晩まで営業していた店もあったそうだ。とりあえず〇〇なんて言葉が流行ったように、居酒屋でとりあえず酒を一杯という注文法もあった。居酒屋は酒ではなく、おつまみも美味しそうないろんな種類が出されていたわ。田楽やおでん、芋の煮物などが居酒屋のおつまみとして出されたそうだ。そして、江戸時代から現在も営業している居酒屋もあるから、みんなもぜひ、興味があれば立ち寄ってみてくれ。私も先祖が江戸っ子らしいから、もしかしたらのんべいの血が眠っているかもしれないわ。霊夢には酒を飲ませるのはやめた方が良さそうだな。このチャンネルでは、他にも様々な動画を投稿していくから楽しみにしててほしいぜ。この動画を見て新しい情報や感想がある人は、ぜひコメント欄にコメントを書いてほしいわ。この動画が参考になったと思う人はぜひ、高評価といいねを押してほしいぜ。では、ご視聴ありがとうございました。